松村智勝10月13日から1979年5月7日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。本籍福井県。松村宝吉陸軍中将の長男として生まれる。東京府立四中陸軍中央幼年学校予科、同校本科を経て1921年7月陸軍士官学校を卒業。 同年10月、不評少尉に任官し不評第34連帯付となる。陸地測量部員などを経て、1928年12月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部付勤務、参謀本部員、陸軍不評学校教官などを経て、1933年2月、ポーランドソビエト連邦勤務となり、さらに、 ポーランド県ルーマニア公使館付部官補佐官を務めた。帰国後、1936年3月、陸大教官となり、参謀本部員、参謀本部選手課長、大本営研究班長などを歴任。1941年3月、不評大佐に進級し、同年10月、参謀本部ロシア課長に就任した。 太平洋戦争中の1943年8月、関東軍参謀に発令された。1945年3月には陸軍少将に昇進。関東軍総参謀副長となり終戦を迎えた。戦後はシベリア抑留となった。1946年9月17日には草場辰美、瀬島隆造と共に、ウラジオストクから空路東京へ護送され。 ソ連側商人として出廷した。1949年8月に重労働25年の判決を受け、1956年12月に復員。ありがとうございます。